原子炉厚木の未来の黒い色をした棒が原子燃料です。そして燃料を囲むようにあるステンレス製の壁は炉心シュラントといい、水の通り道を作るものです。原子炉厚木容器には3分の2の高さまで水が満たされています。原子力発電は核分裂により発生する熱を利用してこの水を蒸気に変えます。制御棒が引き抜かれ核分裂が始まりました。蒸気は気水分離機や蒸気乾燥機で水分を取り除き、タービン建屋へ送られ、発電します。発電を終えた蒸気は海水で冷やし、水に戻して再び原子炉圧力容器へ送られます。この水は再び蒸気となり、タービン建屋へ送られます。このように原子力発電は核分裂の時に発生する。